近鉄1422系電車。1422系電車。1422系電車とは、近畿日本鉄道、近鉄が保有する、一般車両、通勤系電車である。本校では1430系、1620系についても記述する。なお、解説の便宜上、宇治山田、鳥羽川線闘車の車両番号、回、フォーメーションイコール編成の略を、 編成名として、記述、例、も1422以下2両編成イコール1422回、も1621以下4両編成イコール1621回、する。1984年に登場した1420、京和近鉄では、初採用の G 手を採用した素子を搭載した、VVVF インバータ制御の試作形式として、投入され、大阪線にて、 長期的な試験運用が行われたが、この結果をもとに、標準機線用の量産型として登場したのが1422系であり、その標準機線共通仕様の1430系、1620系に続いている。いずれの形式も1400系、8810系で、確立された車体デザインを概ね踏襲し、車体構造では同時に登場した1220系と、 同様に最大車体幅 2800mm の大型車体を大阪線、名古屋線車両で初めて採用て1420系以前の従来車の構成から裾を絞ったアルミニウム合金車体に使用変更されている。安定した大型アルミ押し出し材の供給が可能となり構え体の組み立て工数の削減が可能になったためであり、 特急車と急行車の5200系を除き、その後の車両にもこのアルミ車体は採用され、近鉄 VVVF 制御車両の標準仕様となっている。車内インテリア面では、内装材は1420系と同様に、サンドウェーブ柄の化粧板に、マルーン調の床材を引き続き採用しているが、 ロングシートの仕様は本形式の前年に製造された3200系や6400系と様の肘掛けが化粧版仕上げとなった新しいものに変更されており、これらの車内デザインは2000年に登場するシリーズ21まで近鉄一般車両の標準仕様となった。1987年4月に営業運用を開始した。登場時は二百五十系二台を名乗っていたが、 1230系列の増備によって1990年に現番号に変更されている。6編成が製造されたが、標準機前線共通仕様の設定に伴う仕様変更のため、その後の増備車両は1430系に移行されている。電算記号は当初 VC52 から57となっていたが、蒸気の改版によって現在は、 VW22VW27 に改められている。2018年4月1日現在、高安県尺に1422回から1427回の6本が所属している。走行機器は 1420K からは大きく使用。変更されており、制御装置は三菱電気製マップ型を採用。手伝動機は MB-5023A 型。 歯車比は6.31と大きい。制動装置は TC 車に HSCR 型を設置。MG は HG-77463 型。CP は HS-10 型をそれぞれ TC 車に配置している。終電装置は MC 車に2機搭載する。台車は両、抱き踏みずらブレーキ式の近畿車両製シュリー連台車である。 KD-95 型を装着する。運転台の配色はベージュ系のものを採用している。基本的な性能面では1420系と同等で最高速度時速 110km を確保している。近鉄各路線の G 手を VVVF インバータ車両と同様に以下の改造が順次施行されている。1990年7月に登場した二両編成の VVVF インバータ車である。1422系を標準機前線共通仕様に変更した車両である。1998年までに2両編成15本が製造された。電算記号は VW。走行機器面では1422系に引き続き、三菱電機製のインバータ装置を搭載している。歯車比は5.73に戻り、主電動機は、 メガバイト -5035A、または、メガバイト -5035B、台車は両、抱き踏み面ブレーキ式空気バネ台車の K-96K、または、前軸片押し踏み面ブレーキ式、ボルスタレス台車の KD-306K を装着する。以上の機器構成は、シリーズ21登場前までこれが、標準機線 VVVF 制御車両の標準となった。 1230系と同様に1435系、1436系、1437系、1440系と細かく分類されることが多い。近鉄各路線の G 手を VVVF インバータ制御車両と同様に以下の改造が順次施行されている。2006年9月から2007年10月にかけて、 名古屋線所属の1437系1437回1438回1440回がワンマム運転対応工事及びバリアフリー改造を施行し系列名を1440系に形式変更されている2018年4月1日現在 1431回、1432回、1435回、1436回、1439回、1441回から1445回の10編成が高安賢釈に1433回、1434回の2編成が富吉賢釈に1437回、1438回、1440回の3編成が 病状検釈に配置されている。1991年5月16日から6月8日にかけて、1433回9533が21000系も2 1 7 0 0に対も21802と、並結して、ボルスタレス台車の試験運転が実施されている。1994年11月に登場した1420系列。 1437系の4.6両編成仕様である。1994年から1995年にかけて4両編成5本。1996年に6両編成1本の合計26両が製造され、その後の増備車は5800系に移行している。トイレは全編成で省略された。電算記号は4両編成車では、VG6 両編成車では、 VF となっている。2018年4月1日現在、4両編成5本、1621回から1625回、と6両編成1本、1641回が高安検尺に配置されている。走行機器や性能面は1437系に準じているが、電動車の終電装置は各一機に変更され、も1670型は、 MC 社側、1 6 2 0型は T 社側に搭載されたが、6両編成の1641階に、組み込まれた1 6 5 0型は2機、搭載変更された。また、1 6 5 0型と差1 7 5 0系の間には、簡易運転台と全消灯が設置されている。近鉄各路線の G 手を、VVVF インバータ制御車両と同様に、以下の改造が、 順次全編成に施行されている。本系列のも1651という車番は近鉄では2代目である。初代は名古屋線1 6 0 0系の増結用 MC 車に与えられていたが、同系は1990年にもは51型に改造、改版されたため、車番は重複していない。その後、モは51型は2000年11月に廃車となっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。